いやー、雪橋いいですね。大自然ですね。日暮らしもセミも鳴いてますね。いやー、緑が茂ってて、もう小石しか転がってないような感じ。あ、こんなところに昆虫グミ図鑑ありました。ちょっと作ってみましょう。いやー、雪橋の自然で昆虫グミ図鑑を見つけられるとは。僕たちもついてますね。はい、それではまず、作り方1。好きな昆虫の形に黒色のグミの素と緑色のグミの素を入れてフォークで平らにする。これをやってみます。あさみさん、持っといてください。はい。さあ、何の虫いきましょうかね。1個しか作れないんですか。いや、こんだけの粉がありますんで多分全部作れると思います。そうなんですね。はい。ヘラクレスはいないんですか。あ、ヘラクレスは今日はいないですね。アオカナブン、クロオオワリ、オオクワガタです。そうですね、アサミさん、あなたカラクレスですね。オオクワガタはなかなかいい昆虫ですよ。それでは早速緑色のグミの素入れていきます。はい。最初は黒じゃないんですか。あ、違います。間違えたかと思った。この辺ね、適当にちょっと入れていきましょうか。それ、あの、量は大丈夫なんかな。大丈夫ですか。量はですね、はい、足りると思いますよ。オオクワガタも作れるんですか。あ、作れますね、これ。あ、ありませんね。ありません。ということで、黒色のグミの、めっちゃ出てきた、めっちゃ出てきた。黒色のグミの素も入れてみましょう。はい。いやー、エキサイティングですね。どうですか、あさみさん。お、ちょっと粉の色見てください。黒じゃありません。え、何色ですか。これはグレーですか。これはグレーですね。黒じゃありません。黒じゃないですね。このグミを、どんな色になるんですかね。ミックスしてるところが面白いんだと思います。さあ、フォークで平らにしました。これぐらいでよろしいですか、あさみさん。そうですね。よろしいですか。はい、はい、ちょっとムラがあるのはいいんですか。大丈夫です。はい、次に、何やねん今の間。今の間何やねん。トレーの樹液の元と書いてあるところの内側の線まで水を入れよう。樹液の元の袋を開けて全て入れたらフォークを使ってよく混ぜよう。水を汲んでこないと。そうですね。あ、川の水しかないですね。綺麗な、あ、お、大久山の天然水が転がってましたので、これを使いたいと思います。はい。さあ、それでは樹液の元の内側の、あ、ちょうど入りましたね。大丈夫ですか。はい。ちょうどですね。そうですね。ちょっと少なくないです。この線まで。あ、すいませんでした。これでよろしいですか。はい。はい。それではですね、ここに、樹液の元ありますんで、いやー、ネーミングがなんともいいですね。樹液の元。それではすべて入れます。この樹液の元すべて入れちゃいます。はい、あ、これ色はどうですか、あさみさん。黄色ですかね。黄色ですね。はい、あれみたいですね、尿。はい、おしっこですね。はい、あさみさん、深くは追求しないでください。さあ、それではこれよくかき混ぜていきます。はい、かき混ぜるとどうなるんですか。かき混ぜるとですね、まあ溶けますね。はい。あ、樹液できてきましたか。どうですか、あさみさん。あまり変化が見られないよ。そうですね、ちょっとここで樹液舐めてみましょうか、あさみさん。はい。どうですか。甘いです。あ、樹液だけに。はい。何やねん今の。いやー、それでは出来上がった樹液をスポイトで吸ったら昆虫型の粉の上に勢いよくかけてみよう。真ん中は勢いよく、周りはゆっくりかけると上手にできるよ。と書いてあります。それではこの樹液のスポイト、これでまず樹液を吸っていきます。ああ、あれを思い出しますね。尿検査。はい。それではたくさん吸いましたので、いきます。はい、真ん中の方は勢いよく、そして周りはゆっくり。おおおお、
ちょっとあさみさん、色の変化どうですか？なんか緑色みたいになってきました。わあ、いい色してますね。ちょっとこれグミ好きにとってはたまらない色ですね。はい、これで大体かかりましたか？そうですね、これぐらいでいいですか？はい。下の方どうですか？旬でますか？旬でないところもあります。あ、どちらですか？大クワガタ。あ、大クワガタの胴体ですか？そうですね。はい。あ、違います。はい、違いますか？こっちの、これ金分ですか？金分です、これです。はい、こっち側です。こっち側、大クワガタ側です。あ、大クワガタ側。はい、どうですか？あ、今来ましたね、徐々に来ましたか？旬みましたか？はい、それではもうね、これ最後の工程です。グミが固まったらフォークでそっと剥がし、グミを裏返して図鑑シートに並べてみよう。